どうも岡田でございます。何の準備もしないでカメラを回してしまった。そろそろあれじゃないですか、松がやってくるじゃないですか、んねのツーマーが来るじゃないですか。そろそろんねのツーマーが来るってことはもうひどいことになると、サボりまくるんねのツーマーが来るんで、ちょっと今年は面白いことしようかなと。面白いことしようっていうか、この間なんかで見た、どっかで見たのをちょっと僕もやってみようと、ちょっと初の試みです。リキュールを作ってみようと、作ってみようっていうか、みんな一緒に作ってみようじゃないです。みんな一緒に作ってみようってなると、やっぱりね、これ教える側は3倍知っとかなきゃダメみたいな、そういうのあるじゃないですか。そういうじゃないです。もう僕はね、普通の人の3分の1かもしれないです。ちょっとやってみようかなって、ちょっとさっきからごめんなさい、チラ見してるんですけど、こんなものを買ってですね、やっていこうよっていう。リキュールって何なんだろうっていう、ちょっと僕もわかんないですけど、こういうのです、こういうのです。リキュールっていうのはこういうね、瓶に開かないんだけど、地元のね、スーパーのこの食器コーナーみたいなとこに行った時にも、いやー、開いた。やったんですけど、全然開かないの、この蓋。こういう瓶的なやつに、こういうなんかね、果物的なのを、こう入れて、お酒につけちゃうみたいな。なんかいい感じじゃないですか、そういうの。ちょっと僕もちょっとやってみたいなと、それ。マジで何にも調べてないです。何にも調べてないわけじゃないけど、軽く調べました。なんかレシピとか載ってたんですけど、なんかそれの通りにやるのもあんま面白くないなと。これダメな人の典型だよね。まずレシピ通りにできないっていう。いきなりなんか自分のオリジナリティ出しちゃってひどいことになっちゃうっていう、このダメな人の典型ね。ダメですよ、皆様は。なんですか、真似しちゃダメですよ。ってなわけで、ちょっと早速やってみようよと。やってみるも何も、やってみるも何も、ただあれですよ、入れればいいだけなんで。2つ作ろうかなと思ってて、片方はブルーベリーでしょ、ブルーベリー入れてレモン入れて、オレンジちょっと入れるみたいな感じで、もう片方はよくわかんなかったから、ドールのやつとか買ってみた。トロピカルフルーツとレッドチェリーです。こっちをちょっと入れてみようかなと。これ僕が一個悩んでるのね。ルーシーも入れていいのかっていうことなんです。二つともね、使ってるじゃないですか。このルーシー流ごと入れていいのかっていうことなんですよ。僕はずっと悩んでるのは。とりあえず、ブルーベリーを入れてみようよっていう。インと。ちょ、見える?インして、レモン入れていこうよっていう。こういう時にね、ニコニコ動画とかだとよくコメントでね、手洗った?みたいなコメントが流れてくるんじゃないですか。料理する時結構敏感ですよね。海苔で包丁洗った?とか、まな板洗った?とか、レモン洗った?とかいう、あの流れ僕結構好きです。カメラ洗った?とか、あれ何なんですかね、謎の海苔は。レモン半分かな、レモン半分にしとこうか。だとしてもさ、1ヶ月だから、なんかあんまり皮はね、ずっと入れとかない方がいいみたいな、なんかそんなこと書いてあって。じゃあオレンジは皮むいちゃえばいいんじゃない。ちょっと適当にね、ざっくりオレンジも入れていきますよと。ほら、ちょっといい感じじゃない、いい感じじゃない。で、ここにこういうホワイトリカーっつうのを入れるらしいです。っていうのを普通に売ってるんですけど、そうじゃなくても焼酎香類っていうのかな、こういうのでもいいよってなんか書いてあったんで、ちょっとこれにしてみました。こんなもん、これくらい入れて、あと砂糖入れるらしいです。なんかいっぱい、すごくね、今ね、柑橘的な、ものすごいいい香りがします。300とか言ってたかな、結構入れていいみたいなんで、こんなもんかな。こんな感じで入れて、ダバッチと、これでいいね。これちょっと一つ目完成と。砂糖多かったかな、まあいいか。と、もう一個の方は図面なんで、そのまま入れちゃおうかな。でもこれ全部入れたらあれか、いっぱいになっちゃうか。安心と信頼のドールですか。うわ、もうきっちきちまで入ってんじゃん。ちょっと遊び、これ開けたらビシュってなっちゃうやつじゃん。怖い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 。こんな感じで、具が汁は全部入んないね。ちょっと多いね。これ半分ぐらいでしょ。こっちは別の何らかの方法でいただきたいと思います。それと、ういチェリー缶です。で、これにだ。これに残りをちょっと入れよう。ちょっと少なかったな。いいんじゃない。で、砂糖ちょっと控えめにいくかな。甘汁が結構砂糖だらけだから、こんなもんでいいか。ほい。で、封印と。ピッコロ玉を。封印と。あ、ヘタ1本入っちった。まあいいか。どう?この感じがいいよね。もうこの感じが僕がやりたかったんです。この感じが僕が、あ、もう素敵。もう素敵すぎない?もうこの感じ僕すごくやりたかったです。どうすか?飲むよみたいな時に、うっすー。はい、つけてきました。みたいな感じ持ってきたら、テンション上がるでしょ。そういうとこからです。そういうとこから僕は始めていきたいなと。というわけで、リキュール作ってみました。まだできてないけどね。12月初めあたりなんで、こっから1ヶ月弱ぐらい、ちょっとつけて、どうなるかと。またちょっと結果は後日報告いたします。よし!じゃあまた!年末に?じゃあ!